いや時代を、時代を感じる。さっきの時代の話を熱く語ってくださいよ。どうやって今語ってたじゃないですか。ちょっと沈む。かぶっちゃう。大気汚染バッチリだからね。公会社だよ、公会社。え？公会社。公会社。あのね、もうちょっと頭が公害も良くなる。何ヶ月ぶりだって。3ヶ月ぶりにエンジンする。鼻から頭とか。いやいや、時代を感じるね。ねえ、28年前の、あ、初代のお兄さん。あの、これを新しい。煙たい。え？煙たい。止まっちゃった。いや、止まったままで保存できないから、ね、一回かけないから。やっぱりね、モトクロッサーはこれだよね。ものすごいパワー、これ40馬力ある。まあ、規制前45馬力だったから、今はしょうがない、40馬力。まあ、今って言ったって28年前。こっちの弟分は、まだ生まれたばかりでね。はいはい。まだ1歳児だ。バブーだね。バブーバブー。これは、なんだっけ、29馬力。29馬力。昔はね、煙を吐いてるお兄さんだったけどね、今煙吐かないんだよね。そんでね、時代が変わってね、エレクトロニクスがね進化して、もう見て、この昭和みたいな、これでもちゃんと機能してるしね。はいはいはい。ブレーキもつくよ。うん、いや、それはそうだって当たり前でしょ。アナログだよね。いやいや、ナンバー灯ここだもんね。ナンバー灯ね、お兄さんの真似したけどね。やっぱお兄さんね、くたびれてるね。くたびれてるけど、もうしっかり整備されてるからさ、ちょっと周り見てあげた。いやいや、じゃあ見納めだよ。え、見納めてどういうことですか。どういうことで、お嫁、あの、おむ、おむかさん、おむかさんに行くんですか。いやいや、おむこさん行かないけど、もうそろそろね、あの、ミイラー化して保存しなくてはいけない。あ、これもね、シート張り替えようかと思うよね。これもほら、同じくさ、マットブラック塗装で出た。もう好きなんだろうね、マットブラックね。なんだけどさ、あの当時はさ、シート張り替えまで頭になかったから、もうあんこないよ、スカスカだわ。もう痩せちゃってんだよね。水も入ったりとか、もうカチカチだけど。でもこれ新しく張り替えて、あんこもさ新しく作ってもらって、ピシッとするとな、あっちとかなり似てるね。もうちょっと、もうちょっとあの近くへ寄せてくださいよ。どっち？あれとあれ。うんうん、これを、うん。この子は何回も手術したからね。何回も手術して。前足骨折でしょ。骨折。後ろ足骨折でしょ。その度に手術してさ。ほんでタイヤもね、まあ、当然変えましたけど。いやいやいや、でこれはね、いくらも金かかってない。これいくらで買ったんだっけね。53万-4万ぐらいだったかね、新車ね。エレクトロニクス使ってないから。全部アナログさんだから。こっちとなればね、もう80万超えで、今やね、全部足せばさ、100万ぐらいだよね。あ、
もうエレクトロニクスの塊だから。100万か。いやこっち CRM の 250AR、うん、こっちは新しい CRF の 250 ラリー。もう時代を感じるね。ねえ、本当に。じゃあ1歳児の新しい産声を聞きますか。またですか。ちょっと今日天気からちょっと乗ってみる。はい、どうぞ。乗車動画ないです。あ、はいはいはい。同じ黒でもこっち上質な黒でさ、あっちはちょっと下品な黒だよね。なるほどね、シートが黒くなると意外といいかもしれない。なんかパッと見同じバイクに見えるんですけど。全然違うでしょ。だいたいマフラーが違う。ああ、まあ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 、そうだけど、そうだけど。じゃあちょっと転がしてみますよ。はいはい。上手に撮影してくださいね。はい、敷地内だけね。うん、よし、行きます。はい、ツンとくるんでしょ。ああ、まあ、こっちはね、うん、まだほら本気出してないから一応鳴らしもあるかなと思って、うん、であと重い。ただやっぱさすがホンダのハンドリングだね、すぐ乗りこなせるっていうか、ね、癖がないっていうか、ね、さっとぐるっと回れるし、そこぐるぐるだからね、うん、そうね、あのハンドルはフルステア、あとバランスだけで回る。
ないかと思って車に突っ込むかと思って今。まあ、簡単にウィリーするんだね。いやもう全然パワーが違うね。ああ、今さもうちょっとでフロント上がるかなと思ったらさ、ここに追突するかと思った。限界だった今。なるほど。いやもうねすごいね、乗り比べるとこれは誰でも乗れるみたいな感じ。ああ、こっちはジャジャ馬って感じ。ああ、なるほどね。あ、そんな感じがするわ。さっきフロントアップしたよね。うん、したした。それだってまだ回転数としたらさ半分ぐらいだよね。前回の。あ、軽いね、全然軽い。はあ、あ、もうこの時点でこんなだけどさ、こっちはやっぱ重たいよね。まあ、見た感じからも重たそうだもんね。あ、全然違う。やっぱ面白いこっちの方が。こっちはやっぱりあれのんびりとツーリングとか、うん、まあ、それでもさ一応オフロード走ったりとか、うん、まあ、これからさどっかオフロードが走ってみてどんな具合かね、うん、ただ期待するほどやっぱりパワーないだろうな。こっちはジャジャ馬だからさ楽しいよ。マジで。ちょっとこう曲がりながらアクセルなんか開けたらさ、ダーって言ってケツが落ち出るけど、これはどうかな。まあやっぱりこれも大事に取っとかないとね。ああ、まあそんな感じ。今日ちょっと天気を思いがけなく良くて、ちょっと車庫の前が開いててこの種引っ張り出せそうだったから。いや乗り比べてみたけどやっぱり40馬力のツーストはね伊達じゃないね。ああ、なるほどね、うん、うんうん、フォーストの29馬力ぐらいトルクはあるけど、うん、やっぱりなんか加速力は違うねこっちとはね。また今度ねもうちょっと乗り慣れたらこれでどれだけウィリーできるかどれだけウィリーして走れるかとかねちょっとやってみたいけどね。でも転ばせたくないね。そうね、これはもう何十回も転ばせてるけどね。ミラーもいつの間にかどっか飛んでいっちまったしね。あ、でもねショックも変えたばかりだし、うん、まだちゃんと生きてる。ああ、仕事の途中ごめんなさい。はい、わかりました。はいはい、了解です。はい、じゃあ、はい、お疲れ様です。はーい。